よかった。今日のメイク綺麗。本当？今日はねピンクオレンジメイクここオレンジで ここはねピンクっていうか赤かピンクかわからんけど、トロブサンタコックがくれた可愛いやつ、最近これにハマってるんです。あ、このなんかほら赤い系の色、チュリさんがね配信見に来るって、見に行くねって言ってくださったんですけど、本当かわかんない、いらっしゃるのかな。坪祐介さん、中野さん、イシケンマシンさん、坂上の田村村さん、雪風さん、スカパラダさん、ゆきさん、シティリバーさん、ムケンさん、坪祐介さん、デブニアンさん、パオシさん、ありがとう。2番ベルぐらい埋めておいとき2番ベル持ってる、ちょうど今。写真の料理めっちゃ映えてたけど見ちゃった、撮ってない、あの父親の携帯で撮ってもらいました。なんかあのなんだっけ、画質がいいやつだから、父が。画面映していいんですか？映して、メールのご飯美味しそうでした。本当？ツイッターのカラコンの写真、嬉しい。はい、今日漏れてます。セディアさん、天使のエナグさん、ありがとう。今日の最後の村だよりが自分にとっての通算200通目の村だより、おおすごい、いいよ、ショールーム見てるんだってチュリさんがショールーム見てるんだって。やだ、一方的に見られるの恥ずかしい。おやすだって、こんな神配信に、小さな島、あ確かに鳥いるのかな。鳥いなさげ、鳥いるのかな、選別してないんじゃないかな、わかんない、どうなんだろう、鳥いますか。鳥1羽おるそうです。鳥1羽おるんだ、何の鳥じゃろ。何の鳥じゃろ。チュリさんの島すごいわ。鳥探したいって言われた。ぐっ。フララいるの邪魔してた。でもフララダチョウだったんですもん。なんか、なんだっけ、鳥、ちゃんと鳥、鳥かもおるんや。でもフララはダチョウだったから音出したらバンされるかな。あ、鳥おった、これ映していくか、いいって許可を得たので、ちょっと画面暗くしよう。鳥が、あ画面が映らん、あどんぐらい暗くしたら映るんやろ、映った、いろいろ映るんやけど、大変大変、反射しちゃったよ、紫めっちゃ映る、ダメ、こりゃダメだ、集中し、すっからかんにしよう。
このここの上を。大変大変。あー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 、お昼に掃除しとけばよかった。時計ずらしてる。あー、チュリさん7時今チュリさん夕方これ PM ってどっちですっけ。夕方か、夕方の、違う違う夜の7時や。チュリさんの島今夜の7時。チュリさん夜の7時ってどこら辺だろう。時差が1,2,3,4時間ぐらいだから、タイでも時差6時間とかだったかな。だったけん、もうちょっと結構ですね。ん、もうちょっと近いところ。綺麗になりました。あれ見えんじゃん、鳥が隠れとる。あ、これチュリさんの島の一匹の鳥、すみももちゃんだって。私はすみももよろしくね。あなたはみつきさんね。ここで知り合えたのも何かの縁よね。マダム系だ、マダム系鳥でした。光ってて見えない。ほんと？すみももちゃん、私明日にね、明日になったらね、あの地下室ができるんですよ。早くできてほしい。早く明日にならんかな。4月の満月はピンクムーン。うーん、かわいい。チュリさんの島ね。ああ、メッセージボトルがいっぱいありますよ。チュリさんメッセージボトルが2個もあります。ここに自分がね、ひよこでね行ったんですよ。光っとるね、確かに。あれ、明るくしたっけ今。ひよこで行ったらなんか動物シリーズに揃えてくださって、そう、でもウサギの耳つけとるのに口はね猫なの。ジュリさん独特な感性をお持ちでいらっしゃる。音聞こえてるのかな。ちょっと待っててって言われたんですよ、チュリさんに。音は聞こえてるのかな。ひよこの鳴き真似。ひよこ？ひよこって鳴くっけ。ひよこって鳴くかな。あ、ピー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 って言うんか。なんだっけ、は、初東京で行ったわ、ホームステイ。ひよこに餌あげました。難しい。難しい。
たのに。ダメだったね。見せられませんでしたわ。なんででしょう。自分もさ、携帯の時間操作したらさ、ショールーム長くできたらいいのに。夜はこれからなのにね。ね。スイッチの設定で明るさ自動調節なってない。変わってなかったけどな。なんででしょうかしら。実験してみる。チュリさんの島ね、果物が全部あるんですって。自分は梨がないです。リンゴを持ってきてさ、リンゴ高いからさ、あ違う、島の特産品が一緒のものじゃなかったら高いんですよ。受験リンゴじゃなかったら高く売れるからさ、チュリさん家のところが。チュリさんに渡したらチュリさんが受験持ってったけど、チュリさんも特産品がリンゴだったらしくて、あーじゃん意味ないや。意味はあるけど、そう100円上がるのかな。自分の島のやつが何円かは分からんけど、忘れたけど。自分の島のやつを売ったら何円なのか分からんけど、チュリさんのお洋服屋さん行きました。カウボーイシャツ、うわいいな、トレンディーな服。あ、あれしていいですか、あのあれにでっかい音にやいいですか。いやー、チュリさんです。こんにちは。チュリさん。チュリさんこんにちは。ショールーム見れないのか、どうなんだろう。すごい、すごい。レアレア、ゲス、すごいスペシャルゲストだ。だけど。いや、ありがとうございます。すごい、チュリさんが声が出てますよ、皆さん。声聞こえてますか？めっちゃ聞こえてます。本当に？豪華すぎて泣いてるって。すごい豪華すぎる。ショールーム始めるよって書いてない？ツイッター。私ですか？うんうん、書いてないです。あ、リツイートからしようか思ったよ。なかった。え、書こうかな、じゃあ。今うん。あ、ちょっ と, まず携帯からしかできないや。じゃあ携帯からできるのかな、電話しながら。あ、できるできる。あ、電話しながらショールーム見れるわ。ええー、ほんとだ。全部二重だけど。確かに。すごい、知らなかった。声のゲストいます。私がコメント読んでる。コメント読んじゃう。確かに。やばい！すごいすごい。本当だ。コメントもできるね。うん。チュリさんに。なんか、あ、間違えちゃった。ごめんなさい、間違えちゃった。カメラオンにしちゃった。チュリさんがなんか配信、チュリさんに配信してくださいって言ったじゃないですか。うんうん。
チュリさんが配信したらタワー建てますって言ったんですよ、私。うんうん、言ってたね、前ね。そう、まだ建てれてない。あれから2回ぐらいショーがあった気がする。本当ですか？でもあれを見てました、あの卒業公演じゃないや、公演じゃなくて、あのショールームね。はい、ショールームあったね。え、コメントして、コメントして、うん、どこだ、鳥の絵文字が反映されなかったの。うん、どこだ、誰かがスクショしてくれてるか。あの黄色い女の子、黄色い女の子ダブルピースしてる。ダブル、え、どこだろう。お回して書いちゃえ。おやおや、ニヤニヤ。また怖いって書かれる。見つけたい、めっちゃめっちゃ見つけたいです。そうそう、ダブルピースの目見られてるんです。あー、見つけた。やいやい、やいやい、あ、やいやい、だいぶ前に書いたの。え、ほんとですか？何回かしてくださったんですか？うん、もう5回ぐらいした。嘘。ほんとだ、飛んでるやつ、ここだよ。何時までやるの？では12時で切れるんですよ。 そうじゃん、12時までじゃん。そうだから、今チュリさんの島のお洋服屋さんにいます。あ、そうなんだ、そうじゃん。うわ、狐のお面すごい。あ、狐のお面売ってる、かわいい、ね、鬼滅っぽい。うちりさんの島とちょっとなんか似てたんですよ、自分の島が。あ、本当に？で、うわーって思いました。形？いや、形じゃん、なんかレイアウト。ああ、あのフラミンゴとかも持ち置いてるんですよ。びっくりした。砂浜にフラミンゴ置いてるんだよ。そう、私もなんですよ。ちょっと見に来てください、後で。見に行くね。そう、びっくりした。なんかさ、タイマーみたいなやつゲットしてさ、はい、なんか魚とか虫とか取って勝負みたいなのできる。ねえ、チリさんの島の、うん、なんだっけ、商店がでかかったですよ、皆さん。あ、私まだ、はい、あそこまでじゃない。はい、もう一個ちっちゃいやつ。やっと島クリエイトできるようになったんだけど、センスなさすぎてもう色にかけてる。え、自分の家の前の池は作ったんですか？うん、あれもともとあった。あ、そうなの。予測パーカー、予測パーカーに飾ってあるよ。ここのお店に。え、本当？私が描いたやつ。もらって帰ろうかな。予作って鳥のやつ。すごい。すごい。ずっと着替えてる。出てこない。ごめんなさい、めっちゃ泳ぐし。あ、出てきた。持って帰りました。これか。え、かわいい。え、この隣も描いたんですか？うん、それでもあんまりなんかうまくいかんかった。なんかのですか？なんかの衣装ですか？あの
ハートの6000件の封印しよう。すごい。あれ？ゲットできなかった。そう、電話しながらゲームしながらコメントしてる。持ってないかーって。やばい。何をですか？あのみんなにスイッチ持ってる？ゲームしてる？って書いて。あーすごい、うん、そしたらみんな持ってないって知らぬ間に。あれ、え、皆さん持ってないんですか？あ、持ってるって人もいるんですよ、ね、うんうん、あ、このために買ったみたいな人もいる。そう、自分がショールームでどうもりの話しすぎて違えない、私もだなんか買ってらっしゃる方が、舌が初期になっちゃった。みちゅの影響で買いましたって書いてある。うん、え、七並べしたいんですか？待って、コメントすごい、コメント拾ってる早っ。確かにスイッチ今面白いよね。面白いですね、うん、SKU はさ、大富豪だからさ、はい、大富豪同じ容量じゃん、多分やり方、うん、七並べだったらできるしな。うん、なんかダウンロードしようか迷ってまだしてない。そうなんですか。七並べ自分知らんかったです。ゲームになるまでやったことなくって。トランプ？やったことないです。トランプ？はいやば、そうゲームになって初めて知って、自分たちのゲームでやるようになりました。でもなんかスピードとか、なんだっけ、スピードとあのソリティアとかなら やったことあるけど、トランプだわ。あ、ゲームなんだ、うん、じゃあ、あ、でもスピードはあれか、普通にカードでやるか。うん、七並べっていうやり方知らなかった、遊び方。面白い。うん、大富豪は？大富豪もやったことないです。できなさそう。めっちゃ難しそう、大富豪。結構難しい、頭使う。七並びより絶対難しいですよね。予測来てる。来ました、シュリさんが書いてる6000件の衣装もらっとこ。すごい上手。そうなんですよ。美味しそうだった。4日連続ぐらいでご飯作ってて最近、えらい。ちょっとなんか何作ったっけ、最初何作ったっけ、何の時何の時何作りましたっけ皆さん。あ、そう、肉じゃが作りました。肉じゃが作って、うん、うまくいって、その次の日にチャーハン作ったんですけど、チャーハンがべっちょべちょになって、うん、リゾットみたいになって、あ、そう、ちょっとみんなコメントそうで、次の日にロールキャベツ作って、うん、めっちゃうまくできて、うん、で今日、うん、リベンジチャーハンと、あ、やっぱりチャーハンだったんだ。はい、リベンジチャーハンかなと思って、とヤンニョムチキンを作って、今日はめっちゃうまくできました。すごい、ヤンニャンニャンとかいうやつ作りたい。言えない、あれヤンニャンニャンみたいな。意外とできましたよ。なんかコチュジャンと、うん、なんだっけあれ、トマトのケチャップを混ぜてみたいなとか、意外と。そうなんだ。写真だけ送られてきたからさ。そうなんですよ。美味しそうだった。写真がプロだった。その iPhone X プラスみたいなやつで撮った時、 iPhone X プラスなんで XS だっけ。なんかいい、XS 一緒、XS 一緒。え、私の父です。私は8なんですよ。うん、
めちゃめちゃ古い。そう、お父さんが一番新しいです。お母さんはお父さんのお下がり。かわいそう。父が一番最先端。そう、私もでも私は次出たら買おうって思ってまして。次なんだ、もう11だもんね今だって。はい、でも 5G になる、なんか対応するかしないかみたいな。するじゃん、 CM でやってるもんね。があるからちょっと待ってる。もう2年経ったんですけど、うんうん、待ってるんです。今待ってるんです。とりあえず撮ってる。あ、あ、かわいい。え、あ、これもあるんだよ。これなんか自分で色変えました。うんうん、うちの島これなの。え、このハートとか魚とかあるんだ。めっちゃ可愛いじゃないですかこの色。本当だ、ハートとかある。私これ村知らなかった。本当だ。私これ紫です。このカップじゃないや、なんだっけ、このポットみたいなやつ。島によってさ、もうそこの島でしか手に入らなんか島によって違うらしくて。はい。うわ。馬も白だ。私黒です。黒かっこいいじゃん、いいじゃん。ねえ。いいな黒。この色いいの。なんだっけこれ。黒あげますよ。渡します私。本当に？白いる？はい、白。あ、これが欲しいですこのなんだっけ。コーヒーカップ。コーヒーカップ待ってねこれね。片付けられないんだよ。あ、全然全然大丈夫です。私の紫もいりますか？今度持ってく。うんうんうん、もし欲しい。お。やばね、あと4分だよ。私でもいつも終わっちゃうよ。8分ぐらいからギフトランキング読んだりするね。なるほど。すごい、チュリさんが、チュリさんの声が聞けるなんて皆さんも嬉しいですね。いやいやいや、うちの声が聞きたい人たち。いやいやいや、そんなことない、多分。え、そんなことない。スペシャルゲストです。ほんとスペシャルなスペシャルです。自分の部屋、はい、すごい白いから何があるかわからない。花が生えてます。あ、猫、ルカリオとミミッキュと。これは全然見えないわ。ほんとですか。ワシワシしてる画面が。うん、画質が。これ師匠のあれ、そうなんです、青いやつ。いいね、ポケモンもやりた。全部手だけちゃった。自分ポケモン途中で止まってますよ。あのソードシールド。ししゃも猫っていうんだ。はい、体がししゃもで顔が猫なんですよ。気持ち悪いじゃん。ひどい。徳島のご当地キャラみたいな。ご当地で徳島の作家さんが描いてるキャラクターで可愛いじゃないですか。後で調べるわ。はい、見てる分にはね。あ、じゃあ顔しか見えないから勝手に想像で体魚にしてる。あ、そっか。じゃあ、あ、スタンプ送りますね。来てください、ぜひ。収束したら、ね、お待ちしてます。みんな自宅だもんね。はい、自宅。お時間いのって言ってるみんなが。お時間でした。それでは壇上を読みたいと思います。13位ギルスさん、12位ゆきかぜさん、11位上野さん、10位おふさん、9位あもずさん、8位セリアさん、7位 TTKK さん、6位ダダダダムナさん、5位スティーリバーさん、4位 MK さん、3位ゆきさん、2位ツーモさん、
そして1位は坪井佑介さんでした。ありがとうございます。優勝。優勝。そしてラッキーナンバー22位はデレレレジョンペルーサさんでした。ありがとう。それでは今日も1日お疲れでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやちゅういさん、おやちゅういさん。ありがとうございました。ちゅういさん、どういたしまして。こちらこそ激レア配信でした。上田と矢野、イエーイ。懐かしい。一瞬しか一緒に映ってたと思います。